红梅里了土白艾，还能甭糖熟。はい、今日はこうやって机の上にね、少し箱とかこんなものを並べて、何をするかっていうと、単語、ベトナムの単語とか語彙をね、どうやって勉強してるかっていうのを記録をしていこうと思うんだよね。自分ではずっとまあ、そこそこ長い間、こういう方法やってるんだけど、あんまりね、あまりとか、改まってね、記録したことなかったし、まあ、考えを整理する意味でもね、ちょっと、改まって記録をしてみようと思うんだよね。3つのステップね、この単語カードと2つの箱、3つのステップに分かれていて、まずはね、第1のステップ、この単語帳、単語カード。これは、逆に、僕はこれね、すごくオーソドックスな方法をやってるんだけど、今でもこれみんな、子供たち、大人も、大人もやってる人いるんだけど、使われてるんだよね。つまり、まあ、有効な方法ってことだよね。ハノイのスーパーでもね、文具コーナーにも売ってるし、無印でもね、売ってるしね。僕は無地のこの単語カードをよく買ってるんだよね。薄くて、一枚一枚が薄くて、かさばんないからね。ちょっと、高めだけど、もう全然、割に合うコストなんで、無地のやつを買ってるんだけど、で、これどういうふうに使ってるかっていうと、非常にシンプルにね、ベトナム語、片面にベトナム語を書いて、その裏側に日本語を書く、ね。例えば、外寸、骨折とかね。日付を書いて、ベトナム語を書いて、裏に日本語を書いてね。で、これ今途中なんだけど、外装のところ、6月22日参入して、あれ、見えてます。6月22日参入して、追加して、一本線今引いてあるね。赤い線で。これは、単語帳めくっていって、外装っていうのが、あ、骨折って自分が分かったら、線を引いてね。で、分かったら、線を加えて、こういうふうにね、ビエンチュ。これなんかはもう、3つの線引いた状態。三角形になってるね。ビエンチュ。3回、つまり。わかりました。ベトナム語の意味が。日本語では、役人って言います。このビエンチュ。役人の方はまだ1個しかね、線引いてない。これはまだ3回完成していないので、ここに留まってる。両方とも、日本語もベトナムもね、3回分かって三角形が引くことができたら、ここから切り離して、もう破って切り離して、こっちの箱に入れていく。卒業、このリングから卒業してね、こっちに入っていく。で、ただね、これ、やっぱり覚えが悪い単語もあるので、ずっとね、言い続けても困るので、卒業せずに言い続けても困るので、追加した日から1ヶ月経ったら、分かっても分かんなくても線を引いてくるね。分かったら赤線なんだけど、分かんなかったら青線にして、とにかくもう3回やったらね、入れてってもらうというね、1ヶ月以上経って分かんなかったらいい。そうしてどん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 増えていってしまうのね。それはそれでもう致し方ない。分かりにくい、覚えにくい単語もあるけどね。そうで、どんどんね、こっちに入れていくんだけど、じゃあ、ここにね、どの単語を入れていくかっていう問題については、何でもあり。何でも、ウェルカムですと。これ、結構減ってくんで、減ってくからね、どんどん供給しなきゃっていう意識が働いて、まあ、何でもいいというね、供給できた、今日3枚供給できた、今日5枚追加できたってね。で、まあ、そこまでね、数にこだわってるわけではないんだけど、何でもいいっていうのはね、勉強する中で出会った単語は、すべてが対象でいいと思ってんだよね。線引きできないから、
重要な単語とか、よく頻度をよくね、頻度高く使う単語とか、ああ、それはもう一生に一回使うか使わないかとかね、いろいろな頻度はあるんだけど、これはどこだろうって判別することもね、正確に判別することもできないし、それも手間だし、まあそもそも自分がこう勉強してる中で、ね、生活して触れた、出会った単語っていうのは、何らかのそういうきっかけがあって出会ったんだから、じゃあそれは受け入れればいいじゃないかとね、次2回目いつ使うか分かんないけど、受け入れていこうと。そういう意味ではね、マニアックな単語あるかもしれないけど、入れていくと。例えば、こんな今更まだこのね、キュウリとかね、ズワチョウとかね、あったり、さっき、つまずくとかあるか、ばっとかね、動詞、名詞、形容詞、何でもありですね。津波、盗み食いをするんでね、アンプとかね、それは何かの、そういうシリーズで、アンシリーズで出てきたやつはね、ああ、じゃあこれ全部入れとけって、ね、津波、盗み食いをするとかね、なかなかマニアックだね、マニアックというか、そう使うかどうかあれだけど、それでもね、何でもいい、玉石混交、入札とかね、このさ、ダウタン、ダウン、ダウタン、ダウタウ、ダウタウ、ダウタウ。いや、公共事業に参入するような仕事をしないから関係ないよって言って、ね、加えなかったら、まあ、それまでね、そんなこと言ったらほとんどの単語は使わないけど、どっかでこうやって、このプロセスを経てやっといて、まあ、入札っていうのが言葉をベトナム語で出てこなくても、このね、ダウ、ダウタウっていうのが何かの文章の中に組み込まれてた時にね、ああ、これ入札だって思い出せればそれで十分だと思うしね。でも最初から入札っていう言葉はいらないやって言って、気に離したらどっかでね、文字面見ても全く関連付けて思い出すこともできないからね。ダイエット、アンキエントね。という感じでね、とにかく供給させることにもね、日々、ベトナム語に触れなかったら、供給もできないから減ってって痩せ細っていくっていう、そういうちょっとこう、危機感まで言わないけど、この数量に関するね、なんとなく意識を持って供給していくってね。で、排出していったら、こっちのね、卒業生はこっちの箱に入っていくと。これはね、結構な数が今ね、あるんだけど、この数で言って今2000ぐらいはね、これ3月の時点か。これどうやって一個一個数えてるんじゃなくて、重さで、箱の重さを引いて、大体100枚あたりで何グラムとかっていう、そういう計算から量に量って、それを3月の何日だ、時点で、まあ、2000ぐらいある。2000ぐらいある。まあ、じゃあ、よく単語、どれぐらいマスターしてるって。2000ってはでも、どうだろう ?2000 って言っていいのか。ね。でも実際ここから引いてみると、もう忘れてる単語がたくさんあるからね。てかそっちの方が多いだろうね。それをね、ランダムにね、パッと引いて、これは、遠い?これ腐る?あ、腐ったよ。あ、よかったね。腐った。あ、よかった。これは覚えてたからね。なんかパッと引いて。収支。収支。拍手とか収支。これは、タクスイだっけ?おあ、重たい選手はタクスイか。偶然に会っててよかったね。別に間違ってみたいじゃないです。ありのままで記録してるだけだから何を意識して。あなたはこれは?アインダオ。アインダオ。アインダオ。これわかんないね。あ、桜か。応答でアインダオ。あ、これは、こんな割と簡単なのにっていうのをね、頭忘れて。で、ね、覚えてたらいいけど、忘れてたらちょっと一回外に出して、復習を見回すとかね。いう感じで、2000ぐらいある中にね、いろいろなカードが混ざってる中で、抜き出して抜き打ち検査をして、大丈夫か、またやり直しかってね。こっちには入れない。
こっちには国にまた戻すことはないんだけど、一回ちょっと外して、それを近日中に見直してね、ああ、そうそう、これはこれだったって、すぐ思い出せるまま入れてやる。すぐ思い出せなければ、まだね、そこの外したままでね、何回か見て、復習すると。で、これがね、まあ一応メインのね、メインの単語ボックスかな。アクティブなね、覚えてるものもあるし、ちょっと忘れちゃってるのもあるし、まあ忘れちゃってる方がほとんどだろうけど。で、ここからね、取ってさっきのように、ね、抜き打ちした中で、自分の中でね、あ、これは確実にもうよく覚えてるよっていうものが、こっちのね、新しい箱に移行する。例えば、パッと今引いて、イエン。イエン、これ、ツバメだっけ？ああ、ツバメね。ツバメ。で、今ね、ツバメ、イエンってのはツバメで合ってたんだけど、これまだダメだね。なぜなら、ちょっと自信がなかったから、本当にツバメだっけっていうあれだったんで、もしこのね、ツバメ、パッとランダムに引いたときに、日本語の方を見て、ツバメっていうのはすぐに、イエンって成長を含めて、パッと出てきたら、ああ、もう習得したってこっちに移行する。例えば、なんだ、パッと、おお、これは、酒で、ゼロ、ね。これまだ、こんな基本単語だったけど、これはもうこっちに入れます。なんかパッと引いてみて、これはなんだ？交渉する。交渉する。ダンファンとか。あ、ダン、ダン、ダンファン、ダンファンか。簡易調でね。簡易調で、ダンファンで、ダンファン。ちょっと成長はね、今一つ、こうだったかなみたいな感じだから、これはまだ、ダメ。こっちに行かない。という感じでね、このアクティブな単語ボックスの中から、この木の箱のね、ワインの、箱に移行していく。ここの中はね、今どれぐらいだろう。前回測った時は、200ぐらいかな。もっとあるな。まあ、もっとあるね。こんな感じでね、同じようにカードいっぱいあるんだけど、ここは一応こう、まあ、殿堂入りしたというか、アクティブなこのボックスから、殿堂入りして、本当に習得したよっていうね、ところに所蔵していってるカードなんだけど、まあ、大げさなね、ワインの箱なんだけど、じゃあ、ここもじゃあ、本当に盤石か、間違いなくもう忘れてないかっていうと、そうでも、まあ、ないよね。忘れる生き物だからね。じゃあ、パッと今引いてみた。日本語の持つ。あ、これは、ロンだよね。ロン。これは大丈夫とかね。これはね、10枚ぐらいランダムにパッと引いてね、10枚のうち1枚ぐらいは分かんないことはね、あ、トアンボ、これは全部だね。とね。日本語のパッとランダムに引いて、どっちが出てくるか分かんない。日本語面なのかに、ベトナム面かどっちかで、日本語面なのは当然難しいよね。これ今またベトナム面で、門内のんこは、他の、料理は熱い、ね。ちょっとこう、短文的になってるものもある。でも短文的なものは別のところで今、用意してあるんで、まあ、あれなんだけど、しじみご飯。これ日本語で、これはね、カム変か。カム変。カム変だ。カム変だね。カム変。変だと。成長がちょっとね、今、違うんだけど、これはまあ、よしとしようとね、この単語のね、マニアック度によって、しじみご飯とかまあ、よしとしようね。変って言ったけど、変でも、よしとしようとね。その場で、カム変って言って、それなくても、あーって言われたら、あ、コムヘンかな、コムヘン、なんか言い直してね、あー、ガムヘンって向こうが最終的に分かってくれればいいと、そういうイメージをして、自主的にね、合格させる。まあちょっと甘くねえなったけど、ガオガップ高級だね、これはって。と見て、通訳はフィエンジックね、そう、だからここに入ってるのはね、一応、このアクティブのところから、
厳選されてこっちに移行してるんで、結構まあそこそこね、ちゃんと習得してるとか、覚えてる単語ばかりなんでね。だから、どんどんここを満たしていこうというところですね。単語帳から、単語カードから始まって、アクティブなこの箱に移行して、殿堂入りすると。殿堂入りしてからも、まあ、たまにね、見てやる。見て、ダメだったら、また弾いて戻してやるとかね。いうので、まあでも、こっちはどんどんそれでも増えていけば、語彙は増えてるってことね。自己満足的には OK でしょう、それで。それをあとはね、どんだけのスピードで増やしていくかってね、ここどういうスピードで増やしていくかって、量でやるのか、工夫してね、何か、暗記する、覚える方法、どうやるかってね、質か量かを工夫することでね、あとは増やしていけるんで、で、自分で可視化、見える化できるんで、すごい泥臭い方法だけど、まあ、こんな感じでやってますと。で、これ毎日ね、このカードめくるのね、もちろん毎日が望ましいんだけど、毎日めくって切り離してこっちに入れてとかね。でも毎日はやっぱ厳しいね、なかなかね。なぜかというと、これは結構ね、苦痛な作業なんだよね。単語見るって。時間もね、そこそこ、だいたい目標記述5枚ぐらい切り離せばいいやみたいな感じで、全部これ、全部の単語を見るんじゃなくて、5枚ぐらい切り離せたらいいやみたいな感じでやってて。でもそこそこ時間かかる。で、あれこれなんだっけとかね、また辞書見たりとかやっちゃうとね、結構時間かかるんで。そういう時間がかかるっていう念頭、そういう念頭があるから、億劫になってしまってまうね。なので、毎日できてないっていうのがあって。でもですね、それは気にする必要ないね。毎日じゃなくてもいい。2日に1遍でも3日に1遍でも、それはそれで継続していることになってるから、スパンがどうかっていうのは別に24時間以内に1回やんなきゃいけないなんていうのは誰が決めたこともないから、自分の中でね、3日に1回でも、ああ、5日空いちゃった、1週間ぶりか、っていうんでも、やめなければ継続してるので、やめなければ、このね、殿堂入りボックスが、の不粋が増えてるので。で、だいぶ時間経っても、ここに入ったものは、だいぶ定着してるっていう実感があるので、まあ、継続していこうと。これはまあ、僕のね、単語の勉強方法だね、泥臭いけど、まあまあ、もっといい方法があったらね、いいんだけど、まあこんな感じかな。よく前ね、ハノイの日本人の人、すごくね、結構喋れる人がいて、どうやってるのって言ったら、単語辞書、まあ、あれか、Google 翻訳のところにも履歴が残るし、あとは、日本語の、マンジーだっけ、ね、有名なアプリの、そういう履歴のとことかね、それを見て、聞いたやつを見て、見返してるっていうね、なるほどと思ったけど、僕ね、いろいろ、そのね、一番手元にある、その場ですぐ使える、あれがね、一定じゃないから、辞書とかね。なので、もうこれにやっぱ統一してね、統一しないと、どのデバイスだっけとかね、どのアプリだっけ、どのソフトで見たっけとかね、PC のブラウザの残ってるとか、どこでログインしたときに、ログインしていたときのあれによって見ちゃうとか、じゃあその使うデバイスとか何々を絶対ログインしてるね、アカウントを統一しなきゃ気持ち悪くなっちゃうからね。それはそれでまたなんか制約になっちゃうんで、ならもうこの紙に統一させようと。どっかでそうやって引いたやつも、どっかのタイミングでこっちの紙にね、移行しておいて、蓄積させていくっていうのがいいかなと。で、もう一個ね、これは単語シリーズだったんだけど、これ同時進行でね、この、ちょっと長めのね、文章、例文とかね、はこの緑のカードにやっていて、前はね、これ一緒にしていたんだけど、ちょっと分けようと思って、単語は単語で本当にもう、削ぎ落とした。ギリギリにね、そぎ落とした状態。よく、動詞とかは文章と一緒に覚えた方がいいとかね、そういう言い方もあると思うんだけど、とりあえずもう、主語とか、
保護とか、それを落としたら単、もう本当に動詞だけっていうね。そういう単語に徹したものと、そうじゃなくて、文章にしたね、例文的なもの、言い回しとかも含めたやつに分けて、それもね、やり方を分けていて、勉強の仕方ね。これはね、もっとシンプルに、これはね、ちょっと最近始めたやり方で、前はね、これ、このやつが単語カードの中に一緒に混ざっていて、ちょっと扱いに困っていたんだけど、もう完全に切り離して分けて、どういうあれが入ってるかっていうと、ジュアイヒヌホンブンコクソンオーベトナム。チャオホンベットマッカー。ここにチップライホンとか、ね、今ちょっと発音が今一つかな、多分言って今ね、パッとなって、ロクナッコア、カニ汁を動かす。ロクナッコア。まあ、いろんなね、とこで拾ってきた言い回しとか、短い文章なんで、いろんな口語的であったり、ちょっと説教臭いような言い回しだったりとか、いろいろありなんだけど、まあ自分の基準でね、あ、これちょっと書いとくか、これ使えたらいいかもしれないなとかね。いうのをやってみて、ベタン語と日本語、両面でね。で、これはね、最近はどういうふうにやり始めたかというと、ストックがある中からパッと見て、ランダムに抜いて、あ、これ何？北から南へ、これは、トゥーバッバオ、あれか、あれを使うのか。バオを使うのか。トゥーバックバオなんかな。トゥーバックバオなんだね。で、だからこれ、日本語見たときにベタン語が出てきたら、こっちに入れていく。で、これ今、ポイントはね、北から南へっていう、なんで自分がこれ記録したかっていう、その目的も自分で書いたから大体分かってね、これはバオ使えっていう意味だから、そこさえ合ってれば、オッケーね、他のところは多少ね、間違っても成長はちょっと違うとか、そこは本質じゃないんで、言い回しの問題なんで、なので、例えばこれパッと見て、ウィミンザッタ、ザッザイ、ネン、コンニンタイジ。これはね、ウィミン。砂ぼこりがとても熱くて何も見えないとかね。で、これもね、これを書いた時の、やった時のイメージがね、あんな会話とか、ああいうことをやってて、あるいは、ああいう資料を見ていて、出てきて、そこから抜き取ったとかね。そういうことを教えてもらって、それを書き取ったとかね。そういうのもイメージがちょっと出てくるので、それも記憶定着に、すごく重要なことだと思うんだよ。書いてあると、その時の情景っていうのもね、手で書いてあるのって、その時の情景とか、背景とかね、文脈っていうのが、こう出てくることなんでね。バン。これが単純ながらちょっと、なんだっけ、感じでね。バン、はい、バン、はい。まあ、運行で。あ、どうだろう。つまたね。指先だけが冷たい。これはね、なんでこれを書いたかっていう、はっきりとはじゃないけど、おもろいにね、どういう会話の中でとかっていうので、思い出せるんだけど、血行が悪くて指先だけ集めたいみたいな、そういう。ボン、ダウ、ダウ、先で、モン、タイ、ダウ、モン、タイ、チ、ダウ、モン、タイ、ライン。チ、カッカ、カッ、ダウ、ゴン、タイ、ライン。あ、モンだって、ゴンだね。各それぞれね、ダオ、先、ゴン体、指の、手の指だから、ゴンは指で、体、指、手の指、ゴン体ライン。だから、この順序は逆だじゃない。チーカ、ダオ、ゴン体ライン。という感じでね、これはざっくりとね、そういう言い回しを思い出せるかどうかって分かったらやって、減らしていってね。まあ、またシャッフルしてやり直すとかね。そういう感じでやって、
って言って、だから、これをね、増やすのめんどくさいなと思ったけど、これはこれで意義がある、あるので、これをもう増やしていこうという、そういうモチベーションをまた持つことができたんで、この方法はいいかなと思った。という感じで、なんだ、単語、語彙を増やす勉強方法について今日は整理をして記録をしてみたということで、はい、終了です。